デビューしてから3年ちょっと経つんですけど、あっという間だったなというふうにも思うし、長かったなっていうか、いろいろあったなっていうふうにも思うんですけど、やっぱりデビュー作になった片思いの頃はレコーディング自体も初めてだったり、そういう音楽を制作するっていう過程を見たり感じたりすることもほとんど初めてのことだらけだったんで、戸惑うことも多かったし、一曲一曲こうレコーディングしていく中でも行き詰まったりとかね、壁にぶつかったりっていうことは結構多かった作品だったんですけど、でも片思いに収録された全部の曲がやっぱりその時の私の一生懸命さが詰まってるっていうか、いい意味で、新鮮なピュアな自分が、詰まってる一枚になったなっていう風に振り返ると思うし、本当にかけがえのない作品ですね。アメリカについにたどり着いたぞ、車線反対走ってるぞ、私が運転したら危ないぞ。ちょうど年末の時期にレコーディングだったんですけども、片思いができてから、自分が今まで聴いてた曲たちの聴き方も変わってきて、なんとなく詞の内容だったりとか、こうメロディーのラインだったりとか、そういうのに興味を持って音楽も聴くようになって、でやっぱり詞の人に与える影響っていうのは大きいんだなとかって自分の中で思うようになって、で、アクセルっていう曲に出会って、初めてそのアクセルをの詞をこう見た時には、ああなんて強い女の子なんだろうなっていうかね、描かれてる女の子の気持ちがすごく多分男の子から見たら、こんな女の子、こんな風に女の子が思ってたら、どうなんだろうなっていうか、意志の強い女の子を描いた曲だったんで、馴染むまでに結構時間がかかった作品っていうかね。でもちょっと懐かしい感じのサウンドに仕上がったりとか、あとカップリングの初恋という曲も、クリスマスをこうテーマにした淡い恋心を描いた作品なんですけど、そうですね、なんか学生時代っていうか高校生中学生の頃の、甘い気持ち、甘いというか恋した時のこう切ない気持ちだったりとか、そういうのを、思い出しながら歌った、曲ですね。ミントと口笛はもう自分の中で日に日にこう歌を歌いたい、曲を作っていきたいっていう気持ちがどんどん増えていた時期でのレコーディングだったので、もう全てのこう音楽作業の過程の中に関わっていないと嫌だなっていうかね、全てを見ていたいし、もっと音楽を知りたいという気持ちでのレコーディングだったんですけども、私の曲を作っていく上でそのコンセプトになっている、日常生活で感じていることだったり、あまり飾らない自分だったりをこうもっと見つめ直せたアルバムでもあって、曲を作っていく中でやっぱりその曲たちから教わることも多いし、あ、自分って改めてこういう風に毎日感じてたんだなとか、自分を見つめ直すっていう意味ではすごく教えられたアルバムでしたね。フライレディバードフライは
まあ、ミニアルバム、クリスマスアルバムっていうこともあって、ちょっと今までの世界観とは別世界に行ったようなものを作りたいねということから始まったアルバムではありますが、もう自分のお家のようになっている小淵沢のね、リトルバーというスタジオで、レコーディングをしてきて、そうですね、また違った意味で、だろうな、そういう形で、一つの世界を作っていくのもすごく楽しかったし、やっぱりクリスマスっていうのは、誰もがウキウキするような特別な日だったり特別な時間だったりもすると思うんで、すごく作ってる中でも自分も毎日ドキドキワクワクしてたし、出来上がった曲たちもすごく心が優しくなれるような、あったかくなるような、ほんわかした感じの曲たちが出来上がったし、すごく、なんか優しい気持ちをもらった一枚かな。デモテープを聴いた時の自分の曲への思いと、いざ仮歌歌ってオケを取って出来上がったサウンドを聞いた時の自分の気持ちが、あまりにも違いすぎたっていうか、想像してたものとは全くこう逆のものが出来上がった時に、ああこんなんじゃないっていうか、歌いたかったのはこれじゃないっていうような、気持ちを初めて味わったりもして、でも出来上がってみた時に、なんてあんな風に思った自分はバカだったんだろうって思うぐらい、大好きな曲が出来上がったので、で、そうですね、気持ちの中でもラブレターの詩の世界観が、やっぱり初めに感じた気持ちと、あとまあ作ってから1年ちょっと経ちますけど、今私がそのラブレターに抱いている気持ちとだいぶ変わってきたっていうのは、なんとなく曲と自分と同じような感じで歩いてこれてるかなっていうふうに思えてるので、そういう意味ではすごく私にとって大きい曲ですね。ソーラビングは思いというのをテーマに制作してきたんですけども、本当に自分のその時の人へのこう感謝の気持ちだったり愛だったりがキュッと詰まった、一枚になったんですけど、そうですね、一曲一曲の重みという意味では、一番深いアルバムかもしれないですね。でもソーラビングを作ってみて、必ずしも自分の気持ちを一曲一曲に一生懸命込めることが聴いてくれてる人たちにとって全部が伝わるっていうことではないんだなっていうふうに自分で感じて、逆にあまりその曲への自分の思いを、出しすぎずというか、逆にこうさらっとした感じで出たものの中にこそこう思いっていうのは出てくるのかなっていう、ことを教わった気がしますね。ぼんやり君が見えた。Very good. That's very good.
君が見えた。 Yeah, very good。 もうずっと憧れていたスウェーデンという場所に行けるなんて、もう夢のまた夢だと思っていたので、ああ夢は捨てるもんじゃないなとお話をいただいた時には思ったんですけど、スウェーディッシュポップスがずっと好きで、いつかはねこうできたらいいなっていう願いがあったんで、で実際自分でスウェーデンという場所に行って、そこでレコーディングを経験して、なんで自分がスウェーディッシュポップスにこう惹かれていたのかっていうのが、すごくよく分かったというか、やっぱりこの、暖かい街で温かいこう心を持った人たちが住んでるこの場所で出来上がったサウンドだからこそ好きになったんだなっていうかね、自分で実際行ってみて感じたことは多かったですね。で、音楽に対する、いい意味でのラフなスタンスを感じられたんで、カレスを制作した時から、なんか音楽と本当に一対一で真正面で向かい合えるようになったというか、自分と音楽との関係がすごく気持ちいい位置でできるようになったなっていうふうに、そこから感じましたね。そうですね、マイウィッシュは自分の中ではラブレターの延長線上にある一曲という感じがしてて、まあ、もちろん今まで発売してきたアルバムも、片思いありきのミントと口笛だと思うし、ミントと口笛があってこそのソーラビングだったりとか、今までの作品がやっぱり同じ線の上でねつながっているとは思ってるんですけども、マイウィッシュの中の女の子の気持ちとしては、何か一つの壁を乗り越えて、きっと今後もねそういう辛いことがあるかもしれないけど、多分優しい気持ちで笑顔でいられる女の子なんじゃないかなっていうふうに、思うので、そういう意味では一歩こう階段を上がった自分を表現できたらなと思いながら歌っていました。もうエアリスはですね、やっぱり今の自分の気持ちをやっぱり変に飾ることなくこうギュッと詰め込んで出せた一枚だと思うし、初めにあったコンセプトの空気感というものもちゃんと表現できたんじゃないかなと思うし、自信を持ってやっぱり聴いてくださいっていう風に自分の気持ちで言える一枚になったと思うし、そうですね、でも今の私の中にはエアリスで完成した自分の気持ちプラスもっとなんか、違うものができるんじゃないかっていうか、向上心っていうか、もっと上へっていう気持ちが今実はねすごくあって、だからそれがいい感じでそのエアリスの次につなげていけたらいいなっていうふうに思ってますね。
今回、ベストアルバムが発売されて、今までの私の音楽をのいいところをギュッとこう詰め込んだ一枚になったんで、私の今度の目標はベストアルバムのベストアルバムを発売すること、それをまたみんなの元に届けられるように、やっぱり作っていくごとにどんどんいろんな面を出していかなきゃいけないと思うし、どんどんやっぱり階段を上がっていかなきゃいけないと思うから、その元になってるのは自分だし、からいろんな表情をこれからも自分の中に作って、それを素直に出していけたらと、ずっと好きな歌を、大好きな歌を聴いてほしいな、聴いていてほしいなっていうふうに思ってます。目指すはベストのベスト。